JVC ケンウッド・ビクターエンターテインメント株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント。JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント。英語ジャク・ウッド・ビクターエンタテインメント。コーは、音楽ソフト発売・販売業務を行う日本企業であり、JVC ケンウッドの完全子会社である。一九百七十二年四月二十四日まで。 日本ビクターの音楽レコード事業部、2011年9月30日までは、日本ビクターの子会社であった。旧社名は1972年4月25日から1993年3月31日までは、ビクター音楽産業株式会社ビクター音楽、産業、略称、ビクター音産、1993年4月1日から2014年3月31日までは、 ビクターエンタテインメント株式会社、ビクターエンターテインメント、インク、だった。日本ビクターが1927年により、展開していたレコード版、メディア製造部門を除く、レコード音源制作、販売事業を1972年4月25日に、分社化し、ビクター音楽産業株式会社として設立。日本コロンビアやポリドール、現、 ユニバーサルミュージック LLC に次ぐ歴史を有する日本のレコード会社であり、多種多様なアーティストが所属する。1993年4月に分社化していた販売部門日本 AVC 株式会社を吸収合併時、ビクターエンタテインメントへ社名変更。2014年4月1日に親会社名に揃えた現社名へ変更する。 メディア製造部門は2007年に日本ビクターからビクタークリエイティブメディア、現、JVC ケンウッドクリエイティブメディア株式会へ、分社化した。1983年にゲームソフト、パソコンゲームテレビゲーム事業にも参入したが、1996年に日本ビクター市会社のパックインビデオへ統合され、ビクターインタラクティブソフトウェアへ名変更された。 ミスは2003年に同業のマーベラスへ売却され、2007年6月にマーベラスへ吸収合併されている。1989年にはビクターブックスの名称で書籍事業を立ち上げ、音楽、映画関係の単行本、グラビア写真集とスポーツ雑誌、ワールドサッカーグラフィックなどをサイト刊行していたが、2003年にピア株式会社へ事業上と、 WSG は2008年に休館となったが、2011年にピア本社が入居する渋谷ファーストタワーに本社事業所を移転している。1970年代より、タツノコプロ、学研、サンダイズプロダクションリードなどが制作するアニメソングを数多く担当しており、1984年にレコード会社が初めて制作した OVA、バースト、 ピンクレディなどのミュージックビデオによってビデオ制作事業に本格参入した。1999年からはそれまでの日本ビクターに変わる形でテレビアニメ番組への制作出資にも進出したソフト企業としてはバンダイビジュアル日本コロンビアアンアメックスパイオニア LDC ポニキャニオンなどに追従。2007年に これらアニメの企画、発売事業は JVC エンタテインメントを経てフライングドックへ承継した。また、1983年から VHD カラオケディスクの展開を2003年まで続け、その後継として DVD カラオケソフトを発売していたが、2009年以降、新譜が出されていない。 アニメを除く映画やテレビ番組など反見物のビデオソフト事業は元来日本ビクター本体に止まっており日本ビクターもしくは合弁会社のパックインビデオや CIC ビクタービデオを通じて展開されていた1984年より当社においても他社が発売元となるソフトの受託販売も行っているが2005年頃より韓流ドラマを中心とした 海外ドラマジャンルに絞られている。パックインビデオの映像事業は1994年、ビクターエンタテインメントに条として撤退し、ゲーム事業に専念。後に、前述の通り、ビクターインタラクティブソフトウェアに、社名変更した。1990年代前半に、ビクター音楽産業と定築現、定築エンタテインメントを合併して、 パナソニックレコードを作るという構想が浮上した。日本ビクターと定築の親会社であった松下電気産業、現パナソニックは当時 MCA を参加に収めており、それらを統合することで国内最大の総合ソフトエンターテインメント会社の設立目指していた。その一端として1991年に MCA ビクター、後にユニバーサルビクターと 会社をビクター・オンさんの参加に設立し、国内最大の総合エンターテインメント会社への布石を打った。1989年にコロンビア映画や米国コロンビアレコードを買収したソニーに対抗しようと格策したものであった。また、定築参加にも MCA パナソニックミュージック株式会社設立していた。しかし、ビクター定合併構想は結局頓挫し、 1995年にパナソニックは MCA 株の大半を C グラムへ売却。2000年に C グラムが買収したポリグラム、ポリドール、ウメが社名変更したユニバーサルミュージック側に吸収され消滅した。その経緯において2003年まではビクターがユニバーサルの販売を住宅していた。キラーコンテンツが不在の定築は経営不振に陥り、 1999年に松下から日本ビクターに持ち株を譲渡されたことで、当社専務の飯田久彦を社長に送り込み、社名変更や事業の縮小、インペリアルレコードの設立など、経営改革を図った。当社と定築は15年余り、兄弟会社となっており、買収の標的とされていたが、2015年4月にエクシングが定築を買収したことで関係がなくなった。 五十音順、あ、家業、さ、他業、な、は業、ま、や、ら、は業。その後、RVC、BMG ビクター、BMG ファンハウス、BMG ジャパン、アリオラジャパンを経て2014年4月に発足したソニーミュージックエンターテインメント、スマッチの完全子会社のソニーミュージックレーベルズに統合され、 同社の社内レーベルとして機能される形で法人そのものが消滅した。資本関係の変化により、ソニーミュージックグループに現場券が移動、個人及び芸能事務が所持しているものや、BMG 時代に撤退した演歌部門の一部音源など他社に譲渡されたものを除く。その後、日本フォノグラム、マーキュリーミュージックエンタテインメント、キティ目を経て、 ユニバーサルシグマに社名を変更。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。